サーマの工場委員会辞めたのってムカついたからですか？ホリケンさんやアバレル君やフジモンさんとの絡みを見てきた土屋さん、本当に野球を指してるなと感じました。それとも他に原因があったのでしょうか？正直な話、あんな人数いらないんですよね。4人ぐらいで回してるんですよ。でそこで時だけこう出てきたりとか、ピンポイントで何人かが出てきたりとかするんですけど、まあ、正直そういうのもあんま得意じゃないのもあるんで、僕第1回目の時呼んでいただいて、あ、この手の番組は僕は呼ばれないタイプだなと思ったんで、その時は頑張ってらっしゃるんですけど、知らないうちに毎週いるなってなった時に、今田さんかなんかがこれお笑い向上委員会って言ってるけど、ここは病棟だって言い出したんです。お笑いのいろんなこう病を持ってる人たちが来る病院で、そこにみんな通院してるって話をした時に、気がついたら、あれ俺だけ入院させられてると思ってそろそろ自主退院させてくださいっていうのがさんまさんにお話しして、さんまさん的にはそういう裏回しができるタイプがやっぱ一人欲しかったんでしょうね。いやいや、さんまさんには裏回しなんて必要ないんです